まけチャンネル。はい、こんにちは。こんにちは。マシュマケチャンネル、今回はパパとジューセーとミレーと3人でやります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の企画発表します。好きな駄菓子、好きなお菓子、駄菓子を発表したいと思います。はい、はい、パパもね、ちっちゃい頃お菓子大好きだったんだ。あ、そう。え、今も大好き。お、今これと流星アイスが大好きじゃん。言わないでよ。わかるよ。流星とミレイもお菓子大好きじゃん、うん、だから今日は、流星とミレイの好きなお菓子とパパがちっちゃい頃食べてたお菓子をみんなで発表しよう。うん、3個ずつ。あ、いいね、3個3個ずつ、うん、いい。じゃあ誰から行く？じゃあジャンケンとか。せーの、3個6、ジャンケンパー。じゃあさ、パパがさ、一番大きいからパパから。あ、ジャンケンじゃなくてパパからでいいのね。じゃあ、ちょっと、最初はグー、ジャンケンで行く。3人で決める？ジャンケン、ジャンケンでいいのね。せーの、最初はグー、ジャンケンパー。しゃあ、パパ。最初はグー、ジャンケンパー。あ、うそ。パー。じゃあもう一回やって。最初はグー、ジャンケンパー。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。みりゅうせい、じゃあパパからいきます。はい、でーでん、カツ。カツ、これ食べたことある？うん、ないでしょ。うん、これ食べたことある。ある。パパ、これちっちゃい頃から好きだったんだ。これ3位でん、チョコ、スーパービッグチョコ。みんなこれ食べて育ったよね。お金がない僕にとっては少しでも大きいの食べたかったの。これ安いんだよ。で、第1位、ドゥルー、豚めー。豚めー、見たことある？これえ、瓶じゃないの？あ、見たことある、食べたことある。嘘だ、絶対ない。え、でもなんか瓶のやつも食べたことある。食べたことない、絶対。パパ食べさせたことない。瓶は食べたことない。絶対食べさせたことない。え、堀くんが買ってくれた。堀くんが勝手に食べさせ、ママのマネージャーが勝手に食べさせた豚め。これ説教だ。これさ、え、堀くんが食べさせた流星に。勝手に豚麺食べさせた。あったまきた。次、流星から、3位から。3位はテレレテレレテン。あ、こっちだ。見せて、カメラに。なにそれ。え、それ飴。ストライダー飴。ストライダー飴。ストライダーって名前、うん、の飴。これ何、子供たちの流行ってんの？うん、結構大好き。結構大好き。 YouTube で流行ってんの？いや、 YouTube でも流行ってないけど結構大好き。第2位、第2位どれ？でるーでん、わたあめ。出た、流星わたあめ好きだね。わたあめ、わたがしって書いてあるよ。あ、こんなん好きなの？パパ見たことないんだけど、これ誰に買ってもらったの？え、パパ見つけただけ。嘘。でも、わたあめがあったのね。わたあめ、わたあめ好きだもんね。じゃあ、はい、第1位は、せーの、でん、なんだそれ。これはシュッシュ。はい、シュッシュ。ちゃん見て、カメラ見せて。こうシュ、これはおやつ。なんか口入れてシュッシュすると酸っぱいけど美味しいやつ。何、スプレー？スプレーで、こんなの、これにクッキーとも美味しい。同じ味だから。で、これ最近欲しいんだよね。これはね、人気なの。これこれは全部オーラのだからいい。虫歯になるけど美味しい。虫歯になるけど美味しいはダメでしょ。じゃあミレイの第3位からいくよ。せーの、せーの、3位、ペラペラキャンデー。出たー、見せてカメラに。うわ、これもまた体に悪そうな色してるね。これペラペラキャンディー好きだね、ミレイ。いつもこれ、ね、パパとママにバレないようにカゴに入れてるよね。好き。じゃあ、はい、第2位、せーの、デン。何今度これは、グミ。あの、あのスパイやつに
グミを見せてあげて。これを、これを、これがペン、ペンでこの中に丸いところに穴開いてるところに入れて食べる、食べる。スパイの、スパイ。美味しいの？美味しい。パパこれ買ったこと、買ってあげたことないんだけど。あるよ、ママ。誰が買ってくれたの？ママ、ママ。ママ。じゃあ次、ミレの第1位。せーの、じゃーん。チョコ。ひよこチョコ。何？ひよこチョコ？卵チョコね。カラフルエッグチョコ。違う、卵の中にこうやってパカってやると開くのね。開いてチョコレートが入ってるの。これをポンポンってやって食べるやつ。チョコレート。パパもさ、流星とミレイがさ、選んできたお菓子も食べたいし、パパが選んできたお菓子も、さっき僕のお菓子食べたくないって言ってたから。いやでも、一回食べてみたい。今流行りのお菓子は食べてみたい。はい。えい？じゃあ早速だけど、食べてみよう。じゃあさ、パパのさ、ちっちゃい頃からよく食べてたお菓子食べてもらっていい？ポテラーメン絶対食べたくない。堀くんが食べた。堀くん。パパ食べさせたかったのにな。でも食べよ、今日も。ミレ食べたことないでしょ。食べたことある。あんの？パパ、誰の？ホリくん。ホリくん、ホリくん。じゃあこれないでしょ。これ食べてもらいたい。あ、僕ちょっとだけ食べたことある。これ食べたい。そう、食べたい。まずこのカツ、懐かしいね。パパこれ美味しそうでしょ。パパこれいくの？これパパがちっちゃい頃から、流星ミレぐらいの時からあるから。まずこれから食べる。あ、なんか見たこと。見て、ソースかかってる。見せて。ソースが。こちら。いくよ。うまい。僕食べてみたい。みんなが食べてみる。どう？美味しくない？カレー味。いや、カツ、とんかつソース味。どう？これね、俺めっちゃ好きだった。え、どう？美味しい。やっぱ美味しいから今でもこう食べられるんだろうな。次、お菓子の中でこれが一番大きいんじゃないかな、駄菓子の中で。これはビッグチョコ、スーパービッグチョコ、これもパパ好きだったな。チョコだもんね。そう、あれ、折れてる。うわ、うまい。めっちゃうまい。え、僕食べてた。うわ、ミレまだカツ食べてるの？ちょっと、最後はちょっと辛いね。最後はちょっと辛いね。カツ、うん、どう？すごい。これやっぱうまいわ。いや、豚麺はパパ、ホリくんが食べ、ごちそうだった。パパがちっちゃい頃は。ホリくんが食べて、ね、これで開けたらね、昔はね、当たりとかあったんだよね。ありましたね。ね、いないんかな、今。豚骨のこの味がね、パパ大好きだったんだよ。パパ、ホリくんが食べさせたら味、ホリくんが食べさせたら味わかるよ。あー、美味しい。熱い。でもおやつじゃない。おやつだよ。めっちゃ熱い。うまい。懐かしい。はい、食べて。ホリくんが食べさせたから味が思い出すな。ええってなって、そう、はい。あ、どう？うまい。うまい。いや、これもうめちゃめちゃ懐かしい。パパが好きだったこの種類どう？おいしい。今流行りのお菓子、パパに教えて。おお。見せて、見せて。うわぁ、見せて、見せて。こんがついてないもん、食べ。見せて。これ、リプも食べたことあるんじゃないの？初めて。いや、ポールついてるやつは食べてた。あ、そういうことね。これは、なんか美味しそうだから。じゃあ、パパとミレイにも分けてよ。美味しい。いただきます。いただきます。甘っ、とろける。え、甘い。うわ、これすぐ虫歯になる、これ。一瞬で、やべ、一瞬で虫歯になるよ、これ。雲みたい。雲。この形の雲みたい。じゃあ今度はミレの3位にしようか。
順番に行こうか。ミレの3位どれ？ペラペラキャンディー。これもまた虫のようなやつ選んだね。すごいね、なんか絵に描いたような。割れてるよ今。パンってやったでしょ、ここにバーンって。早くお皿割ってきて。あああ飴がペロペロキャンディーの醍醐味が醍醐味がペロペロがこんなかけらになっちゃった。あ、食べてみたい。ミレイから。え、食べてんの今。食べてんのペロペロ。噛んでんのしかも。食べて。あ、いろんな味がする。へえ、面白い。うん。味はつい、いろ、味は書いてないね。バター飴もそうだし、このペラペラキャンディーもそうだし、もう。ねえ。歯医者さん予約しよう。もう。やだ。もう虫歯になるの全然わかるもん。いやー、何これ。第2位。ミレ、リュウセイの第2位お願いします。第2位ってる。ミレちゃん、キャンディーやる。ペペレクママイメイ。はい、はい、アメ、ストライダー。もう一回言って、もう一回。ブッティブイビブックルーメイ、はい、ストライダー。ストライダー。これどうやって開ける？これ何？ YouTube で見たの？なんか最近見つけた。おいしい。え、もう一回見して。細長い飴。開けてます。この青い部分。開け方してんの。あ、この青い部分を引っ張ると飴が出てくる。うん。で横にやって。おお。剣みたい。こうやって、でこうやって、これをしまうときこうやって。またし、あ、食べないときはしまってしまえるの。うん。ママの顔見て怖いんだけど。じゃあこれ。体に絶対悪いそれ。じゃあいただきます。やだやだよそれは。なんかうまい。やだなんかやだってなると。絶対やだ。それが流行ってんの？あ、これも子供たちで流行ってんの？うん。あとこれ。それ1位だから2位取っといて。はい、じゃあ2位終わりね。はい、ミレの2位お願いします。何これ、開けていい？いいよ。これは食べてみましょう。グミキャンディーだって。グミキャンディー、これね。リーダー、うわー、見せて見せて見せて。いいよ、食べてみて。いい、食べて。一体パパの手食べてね。いっちゃきたな。酸っぱいの？ちょっとリスお腹すくなくなって。はい、おいしい。はい、酸っぱい。はい、おいしい。パパにちょっと、パパにも食べさせて。おー、酸っぱい。あ、酸っぱい。ミネもやるよ。じゃあミレ、第1位お願いします。はい、何ですかこれは？チョコレート。これはチョコレートのひよこ卵。ひよこ卵のチョコレート。うん、この中にチョコレートが入って。出して。で、ここから開ける。オッケー、開けれた。あー、そうやって入って、そうやって開くんだ。あー、チョコレート。パパの手に出して。マーブル、あ、マーブルチョコみたい。じゃあ3人で食べよう。ピンク。いくよ。いや、せーのって言って。せーの。うまい。うまい。これはもうマーブルチョコだね、ほぼマーブルチョコ。第1位。ちょっと待って待って待って。スプレーなの？スプレー。スプレー。味を感じる。リュウセイのここの歯にチョコレートがついてます。じゃあ食べ方教えてください。はい、まずはだからスプレーだから、こ
こうやってこうやって見てね。あれ。意味がわからない。意味がわからない。これはソーダのスプレー。みーちゃん座って。みーちゃん。え、ね、ちょっと。待って待って。スプレーを舐めて舐めるの？違う。スプレーを口の中に入れるの。あ、ここでつけちゃう。え？スパイ。うわ。なにこれ？みれも食べる。うまい。うまくないだろう。だってグミとかさ、飴とかじゃないじゃん、これは。スプレー、スプレーキャンディーって言うんだ。これが子供たちが流行ってるの。うわ、パパの方来た。ちゃんと出る方、ちゃんと考えてやって。はい。はい、ということでパパ、流星、ミレー好きなお菓子3位、1、2、3位発表しました。おいしかった、おいしかった。で、虫ミレーと流星、子供さ、虫歯になるやつ結構おいしかった。いや、あれは虫歯になるよ。グータッチ、グータッチじゃないよ。あ、これアイグータッチなんでそっち。ねえ、あのお菓子は食べ過ぎ注意だからね。はいはい、虫歯になるから。パパも注意だよ、僕寝てる時こっそり食べないで。はい。バレてました。でお菓子はね、たまにね、食べようね。勝手に食べないで。わかった、下のお菓子は勝手に食べちゃダメだよ。でもパパさ、夜の時もさ、ここでもさ、あ、じゃあパパの部屋でさ、あのさ、サッカー見ながらお菓子食べて。バレた。あとさ、僕ずっ